ヘルマン・ベイレンスは、ドイツ出身のスウェーデンのピアニスト、作曲家、指揮者。ハンブルクの音楽家一家の出で、父カールは、フルート奏者で作曲家であり、地元の軍学隊長でもあった。オジアドルフは、楽譜出版社で、バイオリニスト、もう一人のオジエルンストも、楽譜出版社であった。父親から、専門教育を受ける。 その後2年間ドレスデンでカールゴットリー・プライシュガーに作曲を指示した。1845年に声楽家のマリエッタ・アルボーニとドイツ全土で演奏旅行を行った後ハンブルクに戻って作曲活動に専念する。1847年にストックホルムに行き四重奏の夜会を創設して評価され職を得る。1849年に エーレブルーの音楽監督に、1860年に、ストックホルム小劇場の学長に、その後は、ストックホルム王立劇場管弦楽団の指揮者に就任した。1861年には、ストックホルム音楽院の作曲家と器学家の教員に採用されており、一時期は、カール15世妃ロビーサのピアノの個人教授にも抜擢されている。1868年には、 教授に昇進した。ベーレンスは、特に劇音楽の分野で賞賛すべき作品を作っており、例えばストックホルムで上演されたオペラ、ビオレッタや、オペレッタ、夏の世の夢、デュリと機能がある。有名な作品は、イタンの練習曲が名高い、滑らかさの最新式の訓練作品61である。70以上の練習曲が収録された、左手の手入れ作品89は、 ケウのピアノ教則本である。この練習曲のおかげで、今日まで多くのピアノ学習者が、両手をほぼ同じように伝える手にしているのである。ありがとうございます。